はい、まずスタートですね。スタートは、素通りの早い稲毛選手が前に出ましたね。ここは7番5番ですね、四季尾選手と稲毛選手、ここは和歌山の2人です。そしてその後ろなんですけども、1番の清水選手が、いますね。清水選手なんですけどもね、この乗車フォームを見てもらうと分かるんですけども、手がね結構前の方に、ありますよね。初日の、レースもね、もし VTR 振り返ってもらえば分かるんですけども、初日はねこのような、頭より手が前に、ね、出てなかったんですよね。なのでやはりねその辺で、ちょっと乗車フォーム、フレームを変えたのかななんてね思っていたんですけども、やはり、いい時の、フレームに戻したようで、このような、状態が前になってますよね。そしてその後ろに、地元の桑原選手ですね、1番9番、さらにその後ろ、福岡の桑原亮選手がついて1番9番6番ですね、中段にいます。そしてその後ろなんですけども、2番の、校長の鈴木信之選手、新潟ですね。そしてその後ろ、地元、東京の川村選手ですね、2番4番というところなんですけども、3番の成田選手は、今日は先頭で走りますね。今後方に位置しています。成田選手からするとやはり、稲毛選手が先行すればその3番手、行くだろうし、2番の鈴木選手は先行体制に入れば、そこの3番手行くだろうしというところですよね。なので、まあ、ここは自在に、走ると思います。初日の特選なんですけども、清水選手は平原選手の先行ね、後方8番手に置かれて何もできませんでしたよね。そして二次予選なんですけども、ホームからまくったんですけども、末を変えて4着、ちょっと本来のね清水選手らしくないところもあったので、やはりその辺がね心配されるところなんですけども、やはり清水選手ね、乗車フォームも初日と違いますからね、ちょっと期待ができるところですよね。残り2周半ばで7番2番が踏み合いますよね。鈴木伸之選手と稲毛選手が踏み合います。ですけどもそこはね鈴木選手が踏み合いましたので、出ましたので、成田選手が鈴木選手の3番手に切り替えましたよね。清水選手本来であればここでねスパートするはずなんですけども、やはりここ位置取りをね、稲毛選手と取り合ってですよね。そして、追い上げるんですけども、うまく4番手には入ったんですけども、まあ、動き的には本来の、清水選手ではありませんでしたよね。ですけどもここね、鈴木選手がもう、腹を決めて先行したところで、バックからまくり上げ、川村選手もねやはり先行選手ですから、なかなかね体を当ててブロックすることができませんのでね、このような形で下がっていってしまったんですけども、やはりここは力で決まりましたね。1番の清水選手、そしてマークの小原選手、3着には鈴木信之選手ですね。まあ、鈴木信之選手もね逃げて 3着で、ね、強いですよね。強いです。はい、なんと清水選手のねコメント、ここに書いてありましたよ。はい、昨年ね、はい、全日本選抜、はい、サマーナイト、はい、そして地元、はい、豊富記念、はい、全て勝ったフレームに切り替えたと言ってる。いやそして今日も、ね、桑原選手とワンツーという勝ち続けてるフレームですよ。、はい、私たちはどこに見て目をつけてたということですね。やっぱりもうね情報収集っていうのは必要ですよ ね、うん、私でもこう朝読んだんですけどね。でも自分たちやっぱり見てて分かるぐらいですから、相当ね違うんでしょうね。